よいしょ。こんばんは。新しいパジャマじゃないです。あのめっちゃ着てます。あの去年？一昨年。こんばんは。お風呂上がりなのでびちょびちょです、髪の毛が。福岡雨やった。今日はまあちょっと降ってたかなくらいだったくない？どうですか？リンカの TikTok 面白すぎて100回くらい見てる。あーあれでしょ、リンカがカメラワークしてくれたやつ。あれ面白いですね。みんな決めてたでしょ、めっちゃ顔が決まってた。リリの TikTok なのにね。いや違うんだよ、私がなんかリサキがさ言ってたじゃん、なんか私の面白い動画があるみたいな、あれなんですよ。あれの裏側をリサキが動画を撮ってて、それを面白いって言ってるんです、ずっと。あの TikTok の裏側です。そうそう、こんばんは。リチャキがチャットに載せたいって言ってた。絶対ダメ。絶対ダメです。ペが同期のテクトコと嬉しい、ラッキー、かわいいって見てる。そう、まだね TikTok 始めてないから、リチャキが裏側の動画上げていいかな、ココッペに聞いてみるって。ちょっとどんな動画だったっけ、なんか結構さ面白い。でもさ、それってリサキのファンの方しか見れないじゃないですか。わかんないけど、みんなが誰のチャットを撮ってるかわかんないけど。リサキ毎日配信ね言って、なんか最近さ毎日配信やり始めてるメンバーがさ多くて、仲間が多くなりましたね。X は絶対ダメです。みんな見るからね。それ見て毎日笑ってるって、ね、めっちゃ見てるって言ってたよ。11月のココ天楽しみすぎてやっと会えるね。もうさ全然公演がないからさ楽しみですね。昼夜2回すごいね。もうあの動画を撮る時にもう壺に入りすぎて、本当に壺に入りすぎてやばかったです。だってただでさえあの動画面白いのにさ、リサキがさ 裏で動画撮ってるからさ、
面白い。公園はあっても個展がないの。そうだよね。 TikTok でリチャキ笑ってたらココペ見てたから、それもあるし、私ももうめっちゃ笑いました。なんかだから笑いすぎて全然かっこよく撮れなかったから、何回も撮り直してもらいました。今日はね、そう、明日から私は夜しかコンサート出ないので、夜のリハが明日から始まるので、明日から参加します。今日は夜に 1,2,3 まあちゃんと覚えるのは1曲だけど、2曲覚えます。夜頑張っていきます。19仕事終わりにここで行こうかな。待ってます。来てね。会いに来たくなる魔法画家でスマホポチポチしたしてくれましたか、みんな。握手会受付がまた始まっているので、ぜひ来てください。残りわずかも出させていただいているので、ぜひ来てくれるのを待っております。アキさんとドレブ、私それをちょっと考えてたんです、この間。なんかアキさんとどれぐらいぶりに公演出るのかな。だから多分私逆上がりもそう出れてないから、公演一緒に出るのは多分目撃者くらい以来だと思うんですよね。お昼寝オンラインココペのハロウィンコスプレ可愛かった、嬉しい。なんだっけ、ハリーポッターしたんですよ。前髪をねくるくるにしてもらったり、そばかすをポーって書いてもらったり、髪の毛をチリチリに長い時間かけて巻いてもらったりしてそうそう、ハイタッチ追加させていただきます、ありがとうございます。待ってます。アキさんは結構ね、おしゃべり話しかけてきてくださるので話してます話しかけてきてくださります。髪型も似合ってた、嬉しい。なんだっけ、ハーマイオニー、私見たことないんですよハリーポッター、あんまり詳しくないんですよ。でもなんか結構その配信あるって言われたのが結構ギリギリで、どこで買おうみたいな、どこで買おうっていうか、なんか届くところも限られてて、ネットとか、そうだからじゃ何がいいんだろうって思ってハリーポッターしてみました。そう、全然ね詳しくないんですよハリーポッターでもなんかお兄ちゃんがめっちゃ見てたんだから、なんかその見てるのをなんか一緒に見た記憶はあるけど、
見たことないです。USJ でもハリーポッター行かなかった。USJ でハリーポッター行けませんでした。ハリーポッターのところ行きたかったんだけどね。私このあの修学旅行で USJ 行ったんですけど、そう行けなかったんです。なんか手前らへんしか行けなくて、っていうのも。USJ3 時間くらいしか入れなかったんですよ。でも他の友達はなんか真っ先にハリーポッターに行くくらい行ってました。行ってた友達もいたけど、私はね、なんか一回小学生の時にハリーポッターの小説を借りたことがある、図書室で。なんか卒業旅行で韓国に行こうみたいな話になってるんですけど、本当に行けるんでしょうか。なんか今年の11月だからもうすぐかで、なんか私のあのパスポートの期限が切れるみたいで、パスポートを行くなら取り直さないといけないんですよね。本当に行けるのかな、韓国。やっと1ヶ月ぶりにここっぺん3日の坂がり、台風がちょっと、台風来てるの。パスポートは期限切れ3ヶ月前。え、そうなの？え、そうなん？え、じゃあさ、え、期限切れる3ヶ月、無理じゃん。無理じゃん。無理だった。韓国旅行行きた。韓国行きたいな。でもコロナ禍の前さ、韓国行こうって話してたんだけどさ、コロナが流行ってね、あの行く手段が全部なくなっちゃってさ、行けなかったんですよね。もうビートル船も予約取ってたのに行けなくなっちゃったんですよ。韓国行ったことあります、一回だけ。行ったことあるけど、その時はあんまりね、韓国に興味がなかった。興味なかったし、そう、しかもなんか観光スなんかね、観光スポットっていうか、なんか韓国のなんていうの、なんか お寺とかそういうのなんかばっかり行った記憶あるから。
今度は普通に買い物がしたい買い物がしたいです。普通になんかね、ツアーみたいなの入ってたんだよね、前行った時。そう、全然食べ物も詳しいの知らなかったし、その時ね、全然韓国に興味がなかったんで、ちょっと今もう一回行きたいですね。修学旅行やば、修学旅行で韓国そう、服もさ、不審なんかさ、日本で買うよりそれは韓国で買った方が安いんです、なんでも。そう、HTH は多分日本のだと、ヒルシーは韓国です。釜山やったら福岡から大阪より近い。うん、近い、福岡ね、近いから行きたいですね。韓国行きたいですね。こんばんは。お粥が美味しかった。パスポートはそうだね、小4だから10歳かな、ちょうど10歳です10歳で韓国に行きました。早朝、朝めっちゃ早朝から起きたことない時間くらいから、あのバスに乗って福岡空港まで行って飛行機乗って、なんかあんま記憶ないんだよね飛行機乗って、多分最初に食べたのがビビンバ食べた記憶があって、それから何したのかな、全部覚えてない。で、なんかあんまり韓国料理がその時食べれなくて、で帰り日本帰ってきて、弥生県で鉄火丼食べた記憶があります結局日本料理が一番美味しいじゃんってなった記憶がありますね。あ、焼肉食べましたよ、焼肉連れて行かれて、焼肉食べました。同級生の子も一緒に行ったんですよ。そう、同級生の子も一緒に行って、その時はもう TikTok めっちゃ撮ってました一緒にそのことをホテルとかで TikTok めっちゃ撮ってた記憶がある撮るだけ。で、夜そのホテルになんかチョコレートスムージーみたいなのをなんか
売店みたいなのがあって、それ買って飲んで1個700円だったのを覚えてますそれでなんかカラフルな家のさ観光地みたいなところ行ったり、何したっけな、あ、なんか夜の市場みたいなところも行ったね。行ってタピオカを飲んだりスマホケース見たりしてましたね。うん、あんまり覚えてないけど意外と行ってるえ、辛かった記憶あるんだよ、食べ物全部なんか辛かった記憶があるんだよね。本当に韓国に行きたい。でも韓国語とか喋れなくても、あのめっちゃ日本語上手なさ、韓国のもうめっちゃ日本語上手だからさ、もう全然そこは、新しい iPhone は使いこなしたますか、使いこなしてます多分、私機械系でも全然詳しくないから使いこなしてるのか分かんないけど、カレーライスは甘口派です。全然韓国語なんて喋れなくて大丈夫だった。なんかそのホテルになんか携帯充電するところがなかったんだよね確か。それでなんかロビーみたいなところに携帯を持って行って充電お願いしますみたいな、言った記憶があるわかんないけど、しかもなんか韓国行ったらその、まあ、TikTok とかそういう SNS 系がなんか全部韓国の投稿になるんですよ。なんか韓国の投稿になった記憶がある。なんか韓国の人がいっぱい出てきたり、なんか日本の投稿がねなくなった気がするんですよね。でびっくりした記憶がある全部もう SNS がなんか韓国になるんですよ。どうなんだろうね。韓国行きたい。韓国語でもなんか最近はカンドラを見てるからなんとなく韓国語が分からん、全然分かんないけど簡単なのはね分かるようになってきてるよ。私のあの友達とかめっちゃ韓国が好きなお友達がいるんですけど、なんかカンドラを韓国語なんか字幕なしで見れるらしいよ。すごくない？字幕なしでなんかなんとなく内容が分かるまでになってきたらしいです。すごいよね。カンドラ見すぎでやばいって言ってた。ね、なんかそう勉強もしてるらしいよ。なんかこの間本その韓国語の本みたいなの読んでる写真見たすごいよね韓国語喋って。でもさ日本語が一番難しいからさ
日本語がさ結局は一番難しいと思うんですよ私。だってさ、カタカナもある、ひらがなもある、漢字もある、こんなのさ難しいじゃん絶対。しかもね同じ言葉でもいろんな意味があるしさ、もう一番難しいから日本語がいろんな敬語といろんな言い方があるしさ、その場によって使い分けるしさ、すごいと思いますよ結構日本語って。方言とかもあるしね一番難しいし一番すごいと思う、覚えて。もうだから日本語がみんな使えてるから大丈夫です。もう日本語使えてたら全然大丈夫やばい、58分ですじゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位、博多なるなるさん、ありがとうございます。12位、近くさん、ありがとうございます。11位、マハマロさん、ありがとうございます。10位、MJ ジュニアさん、ありがとうございます。キープテチーさん、ありがとうございます。8位、ジージリーモンさん、ありがとうございます。7位、バウチさん、ありがとうございます。6位、カトッペくん、ありがとうございます。5位、タオン魚さん、ありがとうございます。4位、マイナくん、ありがとうございます。3位、ヤスさん、ありがとうございます。2位、ノリッペさん、ありがとうございます。1位、隣のトロロさん、ありがとうございましたそれでは明日朝配信します。なんかさコンサートでさ、こう好きな公演曲みたいな、私もうランキング知っちゃいましたランキング知っちゃいました。なので皆さんコンサートもぜひお待ちしてます集計出ました、多分見ちゃいました。ではそう、明日は800回なんですけど、多分あの朝配信で多分別日になるかななんて思うんですけど、で明日800回なので、まあいつもの朝配信よりはちょっと長めにねやろうかなって思ってるので、明日ちょっと800回配信はできないけど、ぜひ来てください。別日になると思うけどちょっと早めに配信します。それではおやすみなさい、バイバーイ。